それではエキスポシティ開業に沸く大阪府は吹田市の万博記念公園外周道路の車載動画をご覧ください。撮影しているのは万馬鉄平で、カメラは GoPro Hero 4 Black です。左手に見えてますのが大阪大学病院です。右手が千里万博記念公園、1970年に大阪万博が行われた現場です。ちなみにただいま撮影時刻2015年の11月22日日曜日です。ミニベロ証券員社 BD1 アルフィーネに私万馬鉄平がまたがり、リュクサクの左ストラップに取り付けた GoPro Hero 4で動画撮影しております。上に走ってますのが大阪モノレールの線路でございます。エキスポシティの駐車場満車のプラカードを持った係の方が大勢立っております。それだけお客さんが多いということだと思います。右手が日本庭園の駐車場の入り口です。正面に見えますのが万博公園東口駅です。ガンバ大阪の試合など見に行くときはここで降りるのが便利です。今日さらにタイミングのいいことにガンバ大阪のホームゲームがあるので、ここの辺りも非常に混んでおります。そしてあの右手に見えますのがそのエキスポシティの建物です。総合レジャービルと呼んでいいと思います。水族館もありますし、アパレル、そして食料品売り場、いろんなものが入っております。つい最近このエキスポシティが開業したということで、千里万博記念公園の周辺はにわかに活気づいております。以前はこの場所にエキスポランドという大きなテーマパークがありましたが、それも不幸な事故が重なって
現在は廃業してますというか、その姿がこのエキスポシティに変わりました。何が来るか何が来るかと言われておりましたが、ようやく落ち着いた感じです。ご覧のように車道歩道ともに人車自転車で湧いております。交通整備の警備員の方もお仕事ご苦労様です。で今左手に見えてきましたのがガンバ大阪の新スタジアムです。外観はもうほぼ出来上がってる感じですが、中身はどうなんでしょうか。今後が楽しみです。大変広大な敷地ですね。この右手です、エキスポシティです。松本清、赤ちゃん本舗なんかも入ってるみたいです。あ、左手がこれは駐車場かな。エキスポシティの高さ制限 2.3m、 満車の文字です。エキスポシティ内にも駐車場があるみたいですね。まあ、そこも多分満車なんでしょう。いや、すごい人です。右手に大きなホテルです。ホテル阪急エキスポパーク、立派な外観をしております。こちらのパーキングは空という文字が見えます。とにかく自転車専用道路といいましても、ご覧のようなありさまです。注意が必要です。記念協会前交差点を横断すると ABC の千里住宅公園が右手に見えてきました。ここで名神高速道路中国自動車道の上を横断いたします。
てな具合でエキスポシティ開業に沸く大阪吹田のバンマ記念公園外周車載動画一周は終了いたします。撮影者バンマ鉄平、自転車 BD1、 カメラは GoPro ヒーロー4ブラックでございました。ほいじゃ皆さんさよなら、ご視聴ありがとうございました。 JOBBB、 ただいまエキスポシティ開業に沸く大阪府は吹田市にございます万博記念公園の外周道路の車載動画をご覧いただいております。もうすぐエキスポシティの入り口の横を通過いたしますので、ご期待ください。